ミヤマカタバミを置き去りすぐりフィシーミヤマカタバミはカタバミ科の植物の一種。別名はヤマカタバミ、エーザンカタバミ。本州、四国、九州、ヒマラヤに分布する多年層。山地の林の下に生える。太い根茎を持つが分岐しない。殻の長い三つの小葉を持つ葉を根生する。章葉の先端は節型になり中央が凹む。 傭兵や葉の裏面、家系や学、とには、細かい難毛が密に生える。3から4月頃に白い5枚の花びらの花を咲かせる。花の直径は3から4センチメートルで、白い花びらに紫色の筋があるものもある。おしべは10個あるが、そのうち5個は短い。めしべの中等は5列する。花期が過ぎると平下げをつける。花の後には、 長さ約2センチメートルの果てを作り、中に白い外皮に包まれた種子を作る。種子が熟すと果てから弾き出される。関東宮マカタバミオキザリスグリフィシーエッジは、衣服、F バリエーション、キャントンシス、T シミズ関東地方南西部、伊豆半島、東海地方に分布する。宮マカタバミに比べ、葉裏の難毛が少ない。果実は、 長さ6から1 2トルと小型で卵休憩になる。夏季は3から4月。米倉康二、梶田忠た BG プランツワミ学名インデックス、宮間片番2011年7月17日閲覧。ありがとうございます。